お花紙で魚を作って釣りごっこをしましょう。魚は好きな色のお花紙で作りましょう。口にはクリップを、目とヒレもつけましょう。まずお花紙を3枚用意します。再利用の場合はシワをよく伸ばしてください。3枚のうちの2枚を重ねて角を三角にちぎり、ヒレを作ります。ちぎった残りのお花紙を広げたらふわっと丸めます。これをもう1枚で包みます。この部分が尻尾になります。液体のりを少しつけて軽くねじり形を整えます。お腹に先ほど作っておいたヒレをつけると転がらなくなります。次は目です。白いお花紙を半分に裂いて作ります。手のひらに液体のりをくるくると塗って、お花紙をのせたら、はじめは優しく、だんだん強く丸めます。形を整えて、ギュッと押しつぶせば白目の出来上がりです。これを2つ作ります。黒目は黒いお花紙を4分の1に裂いて白目と同じように作ります。黒目ができたら白目に糊をつけてギュッと押し付けます。この目玉を液体糊でバランスよく貼り付けます。口は先の尖ったハサミで切り込みを入れて作ります。ハサミを奥の方まで差し込んで切っておきましょう。クリップの二重になっている方にボンドをたっぷりつけて、切り込みの部分に先が少し出るように差し込みます。
しっかり乾燥させてから遊んでください。クリップの部分を釣り針で引っ掛けて釣り上げたり、磁石にくっつけて釣り上げたりして遊びます。白、水色、青のお花紙を裂いて池を作り、色とりどりの魚を泳がせましょう。チラシの釣り竿は片付けた時糸が絡まらない収納式です。作り方の動画がありますので、どうぞご覧ください。みんなで楽しく作って遊んでください。